純也くん。おお、どうも。ね、なんで純也くんここにいるの？ビネガーか。いや、お買い物してるんやんか。のびたび。なんかこのスーパーで買おうような真っ赤だな。よいしょ。さっきも売っちゃおうかな。まあまあ高いな、パン。これ 2.5 ドルするのか。これ 1.3 ドルするのか。まあまあ高いな、パン。まあ涼しいな、こんなかな。バニラココア、何これ。ヤンヤンつけ棒があるで。まあ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 いっか、別に。あ、700円ぐらいすんねんな、こういうの。やっぱ高いな。ね、700円ぐらいするんや。カミソリやっぱ高いな。高級品や。手が出ねえわ。あとはパン粉4ドルね。ミルクパウダー 6.5 ドル。天ぷら粉 1.75 ドル。ドライアーモンド。フラワーが 2.5 ドルとかなんや。あ、いろんな調味料がある、ここ。ポップコーンが 2.5 ドル。高っ。オリーブオイル。高いな、やっぱオリーブオイル。スパゲッティ 1.5 ドル。米が一番安いよな。酒売ってるよ、さん。27ドルもすんねや。28ドルもすんねや。めっちゃ高いな。よっくしょ。箱ワイン高いな。そんなすんの。はあ、高級や。手が出ねえわ。アイスコーヒー、これ 2.25。 牛乳はいくらするの？書いてへん。ミルクチョコレート、チョコ売ってんねや。チーズとかも高いんだ。チェダー、ティラミス 2.7 度高いな。9ドルのこれは何？オイスターフレーバーズソース。オイスターソースか。ユイヤくん。あー、どうも、久しぶり。何してんの？これ何か知ってる？ゴールドラベル。いや、なんで純也くんここにいるの？あ、ビネガーか。いや、お買い物してるんやんか。ビネガーね、これ酢か。お酢？お酢、うん。お酢知ってるよ。お酢知ってる？いや、なんか調味料ないかなと思ってね。何調味料って？調味料やん、こういうやつ。どうも、こんにちは。久しぶりなの？こっち来るの一月ぶりぐらいですかね。そんなに。はい、ずっとあの近所の市場だけで暮らしてたんで。なんかいい調味料ないかなと思って。あ、もういつの間にか髪も結構生えてるし。そうなんですよね。もうね、一月ぐらい経っちゃうんで。だいぶ肌の調子が良さそうで。そうですね、肌の調子はかん、あの通気性が良くなって調子がいいです。いいな、ゴープ。あ、これね、最近 GoPro 買おうかなと思ってんだけど。おー、いいですよ。これね、2つぐらい前のバージョンなんですけど、今のやつはあの全然ブレないっていう。そう、
これもだいぶマシなやつなんですけどね、それでやっぱ歩いてると、これがね7、うん、今がね9キロが出てるんですよ。結構高いよ。でもまあ4万ぐらいですかね、一眼レフとかに比べたら。カンボジア語たくさんさ、数字しゃべれる。数字もういっぱい、もういっぱい。ラムスピードバイドブ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 。安くていい調味料を探してるんですよ。ビネガーか酢ね。これは何なんやろうな。フィッシュソースか。ねえ、ちょっと来て、アイチミタくん。何？これなんて知ってる？これ豆乳じゃん。違うの？牛乳。コラーゲンって書いてあるね。ソイミルクやんか。豆乳やで、これ。うん、そうだ。牛さん、あ、それは牛乳やな。こっちは牛乳、こっち大豆のやつ、豆のやつ。ここアーモンド、ビタミンミルクとかあんねや。なんかおすすめの調味料あります？おすすめ、こっちのなんかインドっぽいスパイスとかはない？あ、そっちの粉系のやつですか？ケンケンできるやん。チャイニーズファイブ、見て見て、あ、うまい。あのとこで遊んでる。うん、これ買ってないけど、ただ遊んでる。こっちはあれかな、カレーを作ったりする時の。なんか要素ありますよね。ガーリックパウダー。マナちゃんね、ジュンヤ君片足こうやって持ちながら行って、できる？うん、ケンケンできるけどね、ここではしないよ。いやなんかね、最近ずっと同じもの食べてて、そろそろ飽きたなと思って。そう、何食べてる？いつも雑炊食べてます。でもカレーね、カレー粉みたいなのあったら入れて、カレー、それカレー粉じゃない？そうなんです。カレー風味にするのもいいですよね。うん、最近なんかあの暖かくなってきたから良かったね、あそこの。どうにもあったか、あの寒かったでしょ前。めっちゃ寒かったです。一時ありったけの服着込んで寝てましたからね。それでも寒いよね。ねえ、下がもうね、流れてるんで。風が吹いちゃってあの上で。ねえ、板も隙間だらけやし。チキン最近はもうだいぶいい感じにぐっすり寝れてます。人はいるの？ドミはね、ずっと一人ですね。ジュンヤくん、何？カリーパウダー、カリーパウダーって？カリーパウダー、これカレー味になんねん。ミートカリーパウダー、フィッシュカリーパウダー、これがなんか値段の割に。これほら、1ドルとかで、あ、ほんまや。グリーンカレーペースト、いいですね。ねえ、これさ、なんだと思う？ん？それ、これ何それ？怪獣？恐竜？ピンクのやつ、ガンコちゃんみたいなやつ？違うよ。あ、違うの？これヘルメットで、さらかっただけ。あ、ヘルメットか、それは、お、すげえ、ごま醤油とかある。めっちゃうまそうじゃないですか、これ。高いね。ねえ、11ドル1000円以上するのか。ねえ、ちょっと後ろ見てみて。ん？何？ねえ。うん。ねえ、まーちゃんバランス取れるよ。具さんね。見て。お、すごいやん。ねえ、バランス取ってみて。あ、パイナップル買ったの。そう、これ3000リエルやで。めっちゃ安いやろ。3000リエル、2000リエル、リエル、わかんないもん。これで 2.25 か。砂糖ね。ピュアなんちゃらシュガーね。ねえ、見てて。うん？はい、見てるよ。お、上手。上手。手だけでゆっくり動かすとね、バランスが取れるんだよ。すごい。手だけ？これね。すごいやん。ほんまや。なんかいろいろあって面白いね。どうしようかな。ね、これいい塩なんだよ。いい塩、ピンク色してるやん。うん、でもいい塩なんだよ。うーん。一番いい塩だからね。おいしん。いい
高専じゃん。美味しいソースどうしようかな。ねこれさ、どうやってさ、なってんの。これさ、はめてるみたいに。こうなってんの。んこれって、くっつくの。挟んでんのね、これこうやって。ああ、挟んでんの。そうです。こんにちは。あ、危ない。ああ、割っちゃうよと。どれにしようかな、なんか買おうかな、これにしようかな。パイナップル買った。カレーパウダーです。なんか、いつもの雑炊をカレー風味にしようかなと思って。ちょっと入れたらもうだいぶですよね、うん、これで3ドル見て、バランス取れてる。すごい長持ちそうだけどね、そんだけあったね。え、こんだけあったらすごいね。それでつま先立ちせなあかん。何しよっかな。とこれはブラウンシュガーが 3.5 ドル。へー、キャラメルグランティッドシュガー、ブラウンシュガーね。あ、そういえばこの辺で三脚売ってる店ってあります。カメラの、はい、あのこういう、うん、くるくるあっちの方 の迷宮の市場の方とか、このナイトマーケットの方とか、うん、ぐるぐる回ったんですけど見当たらなくて。本当ナイトマーケットなかった。あったんですけどね、うん、ちょっとでかいんですよね。あ、ちっちゃめのがいいってこと。そうなんですよ。ねえ、さマナちゃんさ、うん、こういうさ刺繍してある模様の好きなんだよね。へえ、どういう、あ、これ、あ、これね、これいいでしょ、これもらったやつやで。うん、タイのやつじゃない。これどこで、どこなんですかね。これ、ね、これ何、これ何の。これブリブリザイモンや、豚さんやブリブリザイモン。そうです。ね、伸びた、うん、伸びた、そう、ホイシンソース、うん、ね、猫だよ、うん、猫だ、猫、猫、違うよ、これジャイアンやで。猫とジャイアンえらい違い。まあいっか、カレーパウダー買って帰ろうかな。あ、でも一味似たようなやつ売ってるかな。ローカルの商店とかでも、この間なんかこういうやつか、あ、こういう雰囲気のやつが2000リエルとかやったんですよ。安い。ああ、なんかあのこういうのとフィッシュソースみたいなやつ。あ、でもこれ、うん、もうちょっとちっちゃいやつですけど、こんな感じ。これでも 0.75 やから。これでいけるよ。ね、これで。棚壊しない、うん、それできひんわ、ね、そう、最近ずっと近所のちっちゃい市場で買い物してて、朝行ったらめっちゃにぎわってます。ちっちゃいマーケットですけど、結構朝はにぎわってて、いろんな種類の魚があって、歩いたらあのバンヤンツリーからは15分20分ぐらいですかね、ここで。ねえ、マーミー、マーミー来て。マーミー、え、何このマヨネーズ。シャバシャバ、え、液体、どういうこと、ね、これさ、ココナッツミルク。マヨネーズじゃないっすよね。バイ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 。パピもう行っちゃった。よっこいしょ。んー、14,500 パケン、よっこいしょ、よいしょ。おお、元気ですね。ああ、何？元気ですね。何かこれタイラップだったか。そうです。あの向こうのでかい市場の外側で。ああ、疲れた。結局歩き回って三脚を買いに来たのに三脚が見つからなかったんですよ。あの市場の周りぐるっと回ってナイトマーケットの方まで来て、一個置いてる店あったんですけど、でかいのがありまして、もうちょっとこんぐらいのやつがいいんですよね。こんぐらいの感じのやつが。桜で見たような気もするな。ああ、桜か。桜、あのなんかオリンピック広場の向こうの方でしたっけ。うん、うーん、ああ、うまっ。これ何、これコーラ。マルトも喉かなりたけど大丈夫。桜か、行ってみようかな。あるかどうかちょっと。桜どこか知ってるよ。あ、もう5時25分や、早っ。そうか、もうそんな時間なんですね。また今度にしよう。なんか
好きなんだよね。今日ね、ココナッツ買ってラーちゃんがココナッツを飲みながらおしっこをした。あら、飲みながら、すごいね、器用。ストローでココナッツのジュースを飲みながらおしっこしてしたんだよ。はい、元気。スマートのカード買わなあかん。今日歩いてきました。いつも歩いてます。まあまあ滅多にこっちは来ないですけど、30分ぐらいかな、40分ぐらいかな。ねえ、これ何？これカレー粉や、カレー粉。これ直しとこ。直すてないよな。え、カレー粉直すねん。直すって言えへんねんな。なんていうの、しまう、しまっとこ。大阪の人はね、直すって言うの。パイナップルさ、美味しいのかな。パイナップル美味しいよ。もうちょっとでも待った方がいいかもしれんね。そうだよね、結構、青いからね。そうだよね、うん、待って。でもこれで3000レールやで、安くない、こんなでかいやつ。最近はライブはやってるの？ライブは、あ、いつ最後、いつやったかな、先々週ぐらいにありました。パピーも最近 YouTube 始めてるよ。あ、そうなんですか。パピーはね、絵をね、描くね、YouTube。 あ、絵を描くね、いいですよね、絵描くの絶対楽しいわ。絵の具で絵を描くんだよ。絵の具で絵を描きながらスマホで撮るんだよ、ビデオ。いいね。そうか、ライブとかするのに三脚が欲しいなと思って。まあライブじゃなくても撮影するのにも、前使ったやつがね、折れちゃってね。こうやって、なん、そう、だからこれだとこうしかできんからね。フロンペンやったらそこら中で三脚売ってるんですよね。だからそのイメージで折ったから、とりあえずこっち来たらあるかなと思って、いざ探してみたら全然あらへん。いやー、三脚がまさかのね、見つからないとは。ねえ、三脚？あれ、これずっと撮影してんのこれ。そう。はい、ということで、三脚をね、買いに出てきたんやけども。三脚見つからずっていう感じの日でした。ということで足早に帰ってボソボソしようと思います。ちょっとね、またマナちゃんとかにねばったり出会って、なんだかんだと近況を喋り合った、そんな最後でした。まあこんな感じでね、皆さん、アクセクと行き来しております。すごいな、交通量なかなか多いな。みんなあれかな、帰宅ラッシュの時間かな。そんな感じでね、帰ってパイナップル食って、ちょっとまた今日はね、夜またうるさい日なんで、ダンスホール化するからね、金曜日はめちゃくちゃうるさいね。でちょっとね、プレミア公開がね、もう始まる時間やねんけど、インターネットが通じないのでプレミア公開に参加できないっていう状況でございます。はい、まあ、どっかで SIM カードじゃないわ、スマートカードをね買って、インターネットつながるようにしてチャットに参加したいと思ってるんですけれども、おー、なんか向こうカラオケ大会で盛り上がってんのかな。はい、まあそんな感じでね、今日もうろうろした一日でした。チャンネル登録とね、親指ボタンよかったらお願いいたします。あとコメントもね、ガンガンとしてください。はい、ほなまた見てね、バイバイ。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければ
おのっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。